どうもこんにちは、リュウボンです。ヴォルテックス・ザ・ゲートウェイ続きやっていきます。ちょっと待って、まだそんなにね、心の準備が、大丈夫だな。はい、というわけでね、今回のね、目標としてはいきなりだけどね、ちょっと宇宙船の内部にまた行って、最深部ね行って、前回手に入れたスフィアを、はめ込むということをね、やっていこうじゃないかと思ってるんだが、オッケー。さあ、マップもね、ご覧の通りマップも全部埋めることができたしね、ハテナのところないでしょ。ま、小さなね、なんかまだ手に、なんだろう、ま、アイテム系ね、ここにこういう回復の花があるよとか、そういうものはあるかもしれないけど、まあ、それは一旦置いといてね、いた。下手だろ。回復、まあ、いらねえか、ここまでだったら。で、マスクを装着してから行きましょう。さあ、でね、右下の方にあるマスクの、ゲージがね、もうあと少しでなくなっちゃうんだけど、これはね、前回とか前々回で、やった通りね、このゲーム特有のバグのおかげで、まあ、またね、何回でも復活するので、問題ないということですね。これね、ぜひ、ヴォルテックスやり込んでる人はね、ここのとこきついと思うので、ぜひやってみてください。やり方としては、最初から2つ持っておくのかな？で、2つ持った状態で、1個がこうやってなくなったら、まあ、ガス切れるよね。で、切れて、で、またね、ガスマスクを2個あるやつをね、装着しようとすると、マックスになるんで、それが延々と繰り返されると。じゃあ、ちょっと実践してみましょうか。今、マスクが、はい、切れました。ゲホゲホと。で、ここで2個選んで、やると、マックスと。で、これ延々と何回でもマックスになるんで、ぜひね、やってみてください。はい、というわけでね、俺思うんだけどね、これやった瞬間ね、敵がすげえ湧くんじゃないかなってちょっと思ってんだよね。ちなみに、俺ずっと気になってたんだけど、ここに罠って設置できんのかな？あ、できないね。あ、何もできないね。やるなっつってるもん、これ。ほら。違う？うん。できないよって言ってるよ。ここに家作れないの？できない。そっか。じゃあ、まあ、ガチでやんないといけないってことだな。さあ、それではね。何が起きるのか。太陽系？地球だよね、これ。地球を狙ってる宇宙船。ってことか。何これ、クリア？これで。あ、なるほど、なるほど、なるほど。あ、俺すげえ感じが、映画も見すぎた。てっきりね、この宇宙船が地球を侵略しようと狙ってるから、なんかプログラム書き換えてみたいな話に展開するのかと思ったら、ちげえ、目的が地球に帰ることだよね。だから、今のこの宇宙船は、地球行きに多分設定したんだろうね。どうやったか知らんけど。で、そうすることによって、is this Earth? つまり、今、合ってたね。うん。つまり最後にね、oh no! って言った後にね、ここは地球っつって言ったわけさ。まあ本当に地球に着いたのか、それともまた変な惑星に着いたのかはわからない。ね。それは皆さんのご想像にお任せしますというようなラストだよな。うん。というわけでね、ヴォルテックス・ザ・ゲートウェイ、サバイバルモードじゃないわ、ストーリーモードね。始まって数分ですが、終わってしまいました。なんか怒ると思ったんだけどね。まあでもね、さっき言った通り、マップも全部埋まってよかったなとは思ってますので。うん。じゃあどうしよう、時間もめっちゃ余ってるし、ちょっとサバイバルモードをやってみますか。
はい、あ、そうそう、ちなみにね、こう俺が変だって言ってたロード中のね、この画面、このこれがくるくる回ることによって、あのロード中ですよっていうのが分かるようになったのでよかったねとね、ほら読み込み中です、お待ちください。1から5分ほどかかり、ゲームがフリーズしたように見える可能性があります。これいらないんだけどね、あのくるくる回ってれば分かるからね、今のゲーマーはね。Oh God, Alex. I'm happy you regained consciousness. You were hit by a monster, but I scared them away. I hope. But look at me. My leg is broken. I can't move. ちょっと待って。あれ、何もできない。Those monsters kill me. まずは、ちょっと待ってね。これは、あれだね、サバイバルの同じだよね、今までのと。OK、OK、OK。ちょっと、早く。OK。で、俺、アレックスっていう名前。あ、見えたな。作るぞ、やるよ。OK。さあ、早いこと。あそこだな。来たね、いいね、やっぱサバイバルモードはいいね。あれ、もう来ない？ほら食え。あ、なるほど、こいつのためにも、あの揃えてあげないといけないんだよね。ここさ、囲まないと無理だよね、絶対。詰むよね。なるほど、なるほど、なるほど。面白いじゃないか、結構。これで、ちょっと、こうして、で、ちょっと広めにね、取って、で、つうか、こいつ死なねえだろうな。大変だね。ちょっと待って、これ後でいいかもしれないね、こんなこと。で、こういうの後にして、よし。まず、マップも、なるほど、ここなんだ。ちょっとね、これ厳しいぜ。肉、あの、あいつが食えるものを調達してあげないといけないわけでしょ？いや、厳しいぞ、このモードは。まず水を確保しないといけない。あそこになんかあるけど。いや、厳しいぞ、これ。だってさ。まず水かー、どこにあんだろう。嘘だろ。よし、あ、あ、やべ、いって、マジこんな野郎、マジいって、マジいってよ早いよあれ、アレックスどこ、あれ、ああいうこと見つけた、生きてるよね。だったら多分死んだらゲーム。ありがとう。飯か。なんでこれ食えよ、虫。なんでお前。わがまま。足。痛そうだけどさ。さて。どうしたもんかね。いや、これなかなかやで。多分何回も死に、っていうか、まずセーブしないと。まずそうだよ。そこだよ。セーブについては、簡単なのにしようかな。あの緑は。
なんやろうね、あれ。ちょっと待ってね。ここの位置関係。ああ、あれか。まさに最後に見つけたところじゃないか。はい、水。あれ、水じゃない？やった！水ゲット！いやいや、なかなかね、嗅覚が優れてきたんじゃないかな。素晴らしい。あ、アイテム本当に取りやすくなってるわ。今までね、裏に回らないといけなかったんだけど、これアップデートによってね、アイテム取りやすくなったぜって書いてあったんだけど、まさにそれだ。素晴らしい、素晴らしい。だから、早くマジセーブポイント作んないと、場所がわかんないんだよ。迷っちゃう、これ。とりあえずね、大きな家だよね、基本。しかもここは、なんか優れてるので、なんか、資源としてね。でかいな。いや、普通に使いづらい。こう？こんな感じかな？とにかくマイク。ああ、でもインタラクトがめんどくさいね。外につけるか。やるなら俺をやれ的な。困るね。こっちでいいや。うん、こっちにしよう。でもこっちやるんだったらでかいのでいいや。ね。いいんじゃない？で、そこが埋め込まれるから、こんな感じか？で、これでとりあえず一旦はね、表示されるようになったので。で、家を作らないといけないんだが、よし、じゃあちょっと家をね、作っていきたい。サバイバルワンデイ、インサバイバルモード。なるほどな。あ、で、こいつにちょっと。Oh, thanks. 飲んでる？ああ、なるほどね。ゼロになったら飲むのかな？あとは飯だよな。少なくとも、俺は虫とか食えるからいいんだけど、アレックスわがままだから、おそらくね、食用植物じゃないとダメなんだよね、この子。だから、食用植物を探さないといけない。そんなものは、もうそんな簡単に見つかんないから、マジで。もういいや、これも大変だな。大変なのを始めてしまったな。場所さえ見つかりゃ、なんだよね。ただね、前のマップの位置で覚えてるところもあるので、まあ、そういう意味ではね、まだ大丈夫って大丈夫なんだけど、行けばね、そこに。いやー、特にね、昼はそんな簡単に見つかんないんだよ。光ってるからね、食べ物は。食用植物ね。まあ、これね、多分、やってるとすごく時間かかるので、特に最初の探索はね。なのでね、一旦まあ、ちょっとこういう感じだよっていうのが伝わったかなとは思うので、なかなかハードなね、ものだね。うん、まあ、やりごたえはありそうだ。はい、というわけでね。今回はじゃあね、これで終わりにしたいと思います。まあ、まずね、ストーリー、ストーリーモード、クリアというところと、新しいサバイバルモードがね、キツゲーという感じで、終わりたいと思います。それでは、はい、うるさい。最後までご視聴ありがとうございました。またな。